FM 横浜 EK Radio 新軍の夜のチューズデイ FM 横浜 EK Radio 新軍の夜のチューズデイ、こんにちは、クロスチンのシンです。火曜日は韓国の最新情報や音楽、韓国語、そして僕が体験したりわがままインタビューするエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当のウィン君の質問に答えます。質問は、シン君ミュージカルお疲れ様。僕も映画でピアノやってるけど、シン君ピアノの演奏どうでしたか？おお、僕は昔ピアノを結構長い期間弾いてたんですけど、全部忘れてて、今日来てくれる方とか、本当にピアノとかも教えてくれたんで無事にできました。その後、今日カンヨさんの話もよく詳しく出るので、皆さんぜひ最後まで聞いてくださいね。そしてカンヨさんの方に見に来てくださった、ファンの皆さん、本当にありがとうございました。皆さんが僕のドラえもんになってくれて本当に力もらいました。シン君にメッセージください。メールアドレスは shin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。オープニングナンバーは楽しくいきましょう。 TWICE Yes or Yes。 お送りしたのは TWICE Yes or Yes でした。なんか英語勉強の番組っぽい英語じゃなかった今。 TWICE Yes or Yes すごいなんか僕今も韓国にいると、朝とか昼とか夜、時間が空いてる時間ラジオ聞くんですけど、朝だと韓国のその放送局ではなんか英語で喋るラジオをちょっとやるんですけど、それ聞くと結構なんか Hi everyone みたいな感じで言うんで、ちょっと僕もそういうノリをしてみました。はい、クロスジンのシンがお送りしている FM 横浜 EK Radio シンクの夜のチューステイ、ここで皆さんからいただいたメールを読みたいと思います。まずはラジオネームミンさん。影山さんだった初日大阪へ見に行きました。ありがとうございます。シンくんの迫真の演技に見入ってしまい、今まで見たことないシンくんの演技が見れました。歌もピアノも素晴らしく、お芝居も素晴らしかったです。役者シンワノを見た気がしました。ありがとうございます。まあ僕はいろいろ本当に他の方々に比べるとできないことがたくさんあるので、本当に演技のところを集中してしたんですけど、やっぱ初めてだったんですごく緊張したりしてたんで多分、はい、でもこうやって言ってくれて本当にありがたいし、これからもっといい、こうやって応援してくれる方々にもっと力になる役者になるためにも、クロス人になるためにも頑張りたいと思います。ありがとうございます。次、ラジオネームぼっちゃん。しんくん大阪公演見ました。ありがとうございます。初ミュージカルなので始まる前にドキドキしていましたが、始まるとミュージカルの世界に飲み込まれて、 J の正気と狂気をさまよう姿の時のしんくんの表情を目にずっと追っていました。途中 J がしんくんで、しんくんが J なのか役って感じがなくなり、ストーリーが切なくなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ僕が J だし、 J が僕だったんですよね。でそろそろ僕は本当に J をしながら、もう横の役者のお兄さんたちもすごく心配してたんで、早くもう J と離れたい気持ちかなとすごくいい思い出になったんですけど、 J 普段にも J になりすぎて、なんか本当にちょっとそういう性格とかはたまにびっくりするほど俺じゃないみたいな感じの時があるんですよ。あ、今の考え俺じゃないみたいな、そういうのでちょっとね疲れたりしたんで、ちょっと明るいことを今からはたくさんやりたいなと思います。多分その一番が皆さんとラジオやることが最高じゃないかなと思いますから、ラジオ頑張りましょう。次、ラジオネームともちゃん。しんくんミュージカルお疲れ様です。お疲れ様でした。初めてのミュージカルっていうことで、しんくんも、不安そうだったし、ファンも少し、心配してましたが、実際ミュージカルを見たら心配な気持ちなんてすぐに吹っ飛んでいきました。
短い期間で歌やピアノの練習するのは本当に大変だったと思いますが、完璧なステージで本当に感動しました。素敵な時間ありがとうございます。シン君って本当にすごいです。ファンになって幸せです。サラゲー、僕もサラゲーです。はい、まあ、実際まあ、僕はあのステージに立ってからは本当に記憶にないくらい集中してたんで、自分が何やったかわかんないんですけど、始まる前に本当にみんな、僕の周りのスタッフさんとか、今までなんか1ヶ月半ぐらいに一緒にやってた音楽監督も演出さん、みんな僕のステージになる1時間前から、周りからみんなもう緊張する、やばシンク大丈夫って心配してたんで、僕は逆にちょっと落ち着いてやったんですけど、はい、初めて登場してから緊張がスタートして、でも役にハマってちょっと落ち着いたんですけど、初日はちょっと感情が上がりすぎて涙もなんか出すぎたなって感じですよね、大阪は。でももっと多分これからも経験がたまるとそういうのもちょっと良くなるんじゃないかなと。これからやるのかな、またね。もうとにかく皆さん本当にこうやって褒めることばっかりでありがとうございます。これからもっといい作品作れるように頑張ります。ありがとうございます。シンクにメッセージください。シンアットマーク FMYOKOHAMA.JP SHIN@FMYOKOHAMA.JP。 シンクからお知らせです。クロスチンが出演した BS 日テレバラエティ番組アイタイムクロスチンシアターの DVD ボックスの、発売記念イベントが今週12月1日と2日にあります。すごいですよね。ふう、はい、皆さん、まあ久しぶりではないんですけど、皆さんに会えることは本当にいつもいつも楽しんで、はい、イベントで会いましょう。そしてしんくんからのお知らせです。しんくんは頑張りました。今夜もそうなった、お疲れ様でした。これがしんくんからのお知らせです。じゃあ次の曲、クロス人の曲聴きましょう。クロス人でニューデイズ。お送りしたのはクロスチンでニューデイズでした。シンクのチンパギー。ここでは僕がいろんなことを体験したりわがままインタビューしたりします。今回はですね、ゲストさんが来てくれました。ミュージカル影山そなたに一緒に出演した俳優イーソングンさんをゲストに迎えました。자기소개좀부탁드립니다형님. FM 요코하마노오기키노미나상하지메마시테보코와한국노하이유이선근데스요로시쿠오네가이시마스후후어떠세요이 FM 요코하마의첫느낌굉장히깔끔하고요すごく綺麗だし네네굉장히녹음할수있는어떤최적의요건이지않을까예라디오레코딩을するに最高の環境じゃないかなと思います。혹시일본에는자주와보셨나요?일본에와요く来たことがありますか?주로이제공연때문에일본에주로왔고요.공연하면서또남는시간에좀많이여러군데를돌아다녔는데음식도맛있고굉장히일본에대한인상이너무좋습니다.大体公演とかミュージカルのことがあって、舞台とかミュージカルがあって来たんですけど、まあご飯もすごく美味しいし、すごくいいイメージを持っています。で、今日はイソングさんと、番組をしたいと思うんですけど、なんと横浜のスタジオに来てくれた初めてのゲストさんなので、今日は、イソングさんと2週連続で番組を作っていきたいと思います。皆さん、今はちょっと影山そなたが終わったばっかりなので、影山そなたの話をしたいと思います。僕たちは、おととい影山そなたのステージを全部無事に終わらせたんですけど、일단광염소나타전공연이다끝났는데네네어땠는지한번감소감한번들어보고싶어요광염소나타의공연이전부끝났는데그감소를한번듣고싶어요네네제가일단한국에서도작년에광염소나타를공연을했었는데요한국에서도去年광염소나타의뮤지컬을했는데그때도이제광염소나타를처음에진행하면서많은사람들이이런부분에서굉장히궁금해하고또이제좋아하는관객도있는반면에굉장히조금
어, 좀 무섭다. 너무 무섭다. 아. 어, 이런 좀 그런 폭력적인 면도 있다. 선정적인 어, 아, 선정적이 아니라 폭력적인 면이 있다라는 것 때문에 조금 이렇게 이렇게 좀 무서워하셨던 분들도 계신데 그 공연이 진행되면 될수록 어, 많은 사람들이 거기에 대해서 어떤 공감도 해주면서 그렇게까지 이제 어떤 예술을 위해서 이렇게 하는 그런 제2의 어떤 마음과 그렇게 시키는 종용하는 K를 또 미워도 하면서 어떤 면에서는 누구나 우리가 가지고 있을 가지고 있는 마음인데 다만 우리가 이제 밖으로 표현을 하지 못하고 또 이렇게 할 수 없는 거잖아요 사실은. 네. 근데 조금씩은 누구나 가지고 있을 수 있는 마음을 네. 정리를 해야 될 것 같은데. 네. まずは影さんたは韓国で最初にあのまず去年あのスタートした時はなんかすごく面白いしやっぱキャラクターが生きているって言った方もいるんですけど逆に怖いって言った方もたくさんたくさんいたんですねあのすごく共感を起こした作品でもあるしそれでなんかいろんな方々がすごくたくさん見てくれるようになりました作品です、ね、그렇게해서점점나중에는많은사람들이굉장히좋아해주는작품이되었거든요네네그래서이제일본에와서도공연할수있는어떤그런기회가또생겼고요그래서すごく人気になって日本でもあのステージに立つことができました그렇군요、네、僕は初めて광염소나타に出演もしたしミュージカルも初あのだったんですけどどう신君の印象とかいろいろ聞いてみましょう어저는이제그신원호군을처음봤을때아프로필촬영을찍을때아포스터撮影の時に初めて僕と会ったんですけど그때처음봤고요어굉장히말수도적었고すごく静かだったし본인스스로도저한테이제같이촬영을하면서어인사를하면서낯을많이가린다라고아얘기를했었어요僕が挨拶しながらすごく人見知りですって言ったんですって그래서아되게소극적이고아조금이제낯을가리는구나라고생각을했었습니다すごく静かだったんで本当に人見知りがすごい激しいんだとその当時は思ってました네같이연습을하면서어조금친해져서익숙해져서그런지아니면은원래원호군의성격이그런지모르겠지만굉장히어일단되게밝고요仲良くなってからか本当にもともとそういう人かわからないんですけどすごく時間が経ってからは明るかったし、네、나이차이가아주적게나는편은아닌데굉장히서스럼없이먼저이렇게장난도잘치고그러면서너무이렇게편하게다가와준거에대해서는굉장히예좋게봤습니다감사합니다연습하면서부터 네僕はあの結構僕と성근さんは年差があるんですけどあのそれにもかかわらずさっきにいたずらをしたりなんかそうやって壁なく近づいてくれてありがたいところもあります、네、물론어선배로서형으로서의예의를충분히갖추면서이런장난을쳐서너무이제또예의가있는친구나인성이바른친구구나라는것도좀느꼈습니다あのいたずらはするけどやっぱその礼をちゃんと守ってながらあの仲良くなってあのしてたので本当にいい人だと思ってますやっぱこれゲストさんって毎回僕のこと褒めてくれるんですけどやっぱ恥ずかしいんですよね僕がじゃあイソングンさんをそのポスター撮影の時に会ったんですけど僕はまずあの人見知りなのはもう間違いないなので本当になんかまあソングンさんって見た目的にはすごく怖そうですごくその時仲良くなかったんでなんかひげもやっぱたくさん入ってるし怖いなと思ってたんですけどやっぱ僕は一緒に練習しながらやっぱキューティーだしエンジェルだなと思って僕があだ名をキューティーエンジェルっていうあだ名をつけてそれがすごく今回観音そなたを好きになってもらった方には結構あの流行った言葉だと僕は信じてます認めますかキューティーエンジェルで、가끔이렇게あ지나가면서あキューティーエンジェル이렇게하시는거보고아원호의성공전략이먹혔구나라는어떤걸느꼈습니다あの僕は韓国の練習室の時から一人でずっとキューティーエンジェルって言ってたんですけどあの今回日本でその公演を見てあの、通り過ぎる方とかあキューティーエンジェルさんだとか言ってくれた方がいたんでシン君の成功だと思いますで원래公演이끝나면무서워가지고이렇게사람들
어, 맞네, 맞네. 어려워하고 이럴 텐데, 아, 큐티 엔진을 이렇게 해서 아, 놀랐습니다. 네. 내가 다분 もともと 韓国去年やった時は K っていう役がすごく重くて怖い役なんで 終わったら本当に実際の自分のことも怖がる方が多かったんですけど今回は舞台が終わってからもうキューティエンジェルさんっていう方が何人かいてすごく楽しかったんですって。광염스토나타で一番なんか印象、記憶に残っているエピソードを聞いてみましょう。 인상에 남는 건 그 원호군이 처음에 낯설어 하면서 이게 노래 연습을 할 때도 어딘가 이게 노래 가사처럼 초점 없는 흐린 눈빛으로 노래 연습을 잠깐 할 때 도라에몽이라는 캐릭터를 원호군이 좋아한다고 하더라고요. 네. 그래서 그걸 그 피아노 건반 우리 음악 조감독이 있는 그 위에 벽에다가 도라에몽을 붙여놨다고 그걸 듣고서는 굉장히 귀여운 친구구나라고 생각을 했습니다. 아, 오모시로 에피소드 난데스케도 신쿤가 연습을 하지메테 미타토키 우타우토키토카 혼토니 메센토카가 なんかどこ見てるんだろうあいつって思ってたんですけど、なんかよく見てたら音楽助監督さんの席のピアノの上にドラえもん貼ってずっとそれを見るのを見て、あ、この子可愛いなと思ったんですって。今回ミュージカル광염소나타を見てくださった方々にイソン軍さんからの一言です。 네, 우선 광염소나타를 공연을 보러 와 주셔서 정말 감사드리고요. 그 공연을 받고 또 잘 봤다고 이렇게 얘기도 말씀도 해주시고 너무 이렇게 좋은 공연이었다, 좋은 음악이었다라고 말씀, 좋은 연기였다라고 말씀을 들을 때 정말 뿌듯했고요. 아, 이 일본 관객들이 굉장히 많은 감동을 또 받고 또 이렇게 공연을 보는 어떤 문화, 성숙된 어떤 그런 모습이 보여서 또 굉장히 또 제가 아, 우리도 저렇게 또 하면 좋겠다라는 어떤 것도 느꼈고요. 예, 뭐 여러 가지 참 뜻깊은 시간이었던 것 같아요. 네, 먼저 광염소나타를 見に下さった 全ての方々本当にありがとうございます。 この作品のことを、そして僕のことをよく見たよとか、いいステージだったよとか、いい音楽だったよ、いい演技だったよって言ってくれたのがすごく本当に嬉しかったです。 そしてやっぱ日本のその公演を見る文化って、こういうのも本当にあったらいいなって、学びたいこともあったし、なんかすごくいい素敵な時間でした。ありがとうございます。次の曲はソン・グンさんに紹介お願いしたいんですけど、ヒョン。あ、추천곡이요。ね、おすすめの曲。You Raise Me Up を聞く前に、 You Raise Me Up っていう有名なところをソングさんにちょっと短く歌ってもらいましょう。 You Raise Me Up More Than I Can Be。 お送りしたのは Westlife You Raise Me Up でした。 FM Yokohama EK Radio。 クロス人のシンがお送りした FM 横浜イケルレディオシンくんの夜のチューステイいかがでしたか。僕シンくんにメッセージやなんかやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。シンアトマーク FM 横浜.jp SHIN アトマーク FM 横浜.jp。 運転中の方はメール送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあここで明日担当のイケメンマサル君に僕ら質問します。マサル君、ミュージカル を見たことありますか？見たことがあるんだったら好きな作品教えてください。それでは最後はしんくんからリスナーの皆さんに壁ドンです。 안녕, 난 제이야. 사랑해줘서 고마워. 안녕. FM 오카마 이클 라디오 신군의 夜の中ステイクロスシンのシンでした。 안녕.